はい、皆様こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの須川です。本日はですね、2月の13日になるんですけども、皆様もおそらく毎日のように見ているであろう大谷翔平選手のニュースですね。ちょうど今メジャーリーグスプリングキャンプ、まあシーズン前のチームのキャンプがですね、盛んに行われているということで、大谷選手すごく注目されているので、毎日のようにメディアに登場していると思うんですが、ちょうど昨日かな、こういったトレーニングメニューの映像が流れたと思うんですが、すみません、私の場合ちょっとパートナーがいなかったので、一人でやったんでちょっとちぐはぐな映像だったと思うんですけれども、いわゆるトレーナーさんが台の上からこうメディシンボール、重たいボールを投げてくれて、大谷翔平選手が寝た状態からバーンってこう上にボールを投げ返すといったトレーニングメニューがあったんですけども、これ皆様もできるやつなんですよね。トレーニングメニューとしてはすごくポピュラーなやつなので、で、もちろんテニスにとってもですね、すごくいいメニューなので、今回は大谷翔平選手がやっているメニューであればすごくいいじゃないかということでですね、こちらのメニュー紹介させていただいてですね、まあ皆様のテニスのパフォーマンスアップに役立っていただければと思いますので、ぜひですね、こちらの動画見ながらこのトレーニングができるようになっていただければと思います。トレーニングメニューはその目的によって様々変えるんですけども、今回大谷選手がやっていたトレーニングメニューはプライオメトリックトレーニングと言います。いわゆる筋肉の力、最大パワーを最短時間で出すためのメニュー。これがプライオメトリックトレーニングなんですね。ちょっとわかりづらいかもしれないんですが、端的に言うと瞬発力です。瞬発力。投球そのものですよね。150キロ、160キロ出そうと思ったら肩、すごいスピードですごいパワーを出さなきゃいけないので、こういったプライオメトリックトレーニングを通じて上半身の瞬発性を高めようということで、おそらくあのメニューを選ばれたんじゃないかなということと、ターゲットとなる筋肉は大胸筋とか肩周りの筋肉だったんですけども、手術されたじゃないですか。あのメニューそのものはですね、結構負荷が高いので、ああいったメニューができるということは肘の回復度合いも順調なんじゃないかということで、おそらくメディアの方々おっしゃったんじゃないかなと思っております。テニスにおいても瞬発性、これめちゃくちゃ大事じゃないですか。スイング動作そのものが瞬発性の要素がすごくあるので、もっとスイングスピード上げたいんだ、サーブのスピード上げたいなと思ったら、このメニューすごくいいかなと思って、今からそのやり方をですね、紹介していきたいと思います。今回の大谷翔平選手のメニューそのものは、パワードロップっていう名前のプライオメトリックトレーニングメニューになるんですが、プライオメトリックトレーニングそのものをしたい場合はですね、先ほども申したように、最短のスピードで最大のパワーを出すっていうことが目的なので、滞りなく動きをスムーズにして、かつ最大のパワーを出すっていうのが全プライオメトリックトレーニングに共通のやり方なんですね。なので、誰か投げてもらう方にですね、この上に立ってもらってボールをボンって落としてもらうんですが、やる側ですね、やる側のこの動作はこういういわゆるバスケットボールのチェストパスの動作なんですね。これを滞りなくボールをキャッチして吸収して反発してボーンって出さなきゃいけないんですね。これを例えばキャッチしてカクカクカクって投げてしまうと、これプライオンにならないんですよ。この滞りなく吸収反発吸収反発っていうこの動きがないと、このプライオメトリックトレーニングは成立しません。いかがでしょうか？パワードロップのプライオメトリックトレーニング。結構難しいなって思った方、正直いらっしゃると思うんですね。まずパートナーがいなきゃいけないとか、このチェストパス、手首の柔らかさとか必要ですし、キャッチ失敗するとね、下手したら顔面にぶつかっちゃうかもしれないとかっていう、まあ少しリスクはあるので、これほど難しくなくて、かつ同じような効果を出そうと思ったメニューがあるんですけども、腕立て伏せです。これだったら一人で、できるし、リスクも少ないので、これ最後紹介していきたいと思うんですけども、先ほど来から申し上げている通り、最短で最大のパワーを出さなきゃいけないので、おなじみのこういった感じ。はい。これは主に筋力を上げようとか、筋肥大、筋肉を大きくさせようみたいなことになるんですが、今回はプライオメトリックとしてやる腕立てなので、ジャンプします。
もし見ていただいている方が、ちょっと筋力のね、少ない女性であったりとか、ジュニアの子であれば、膝ついちゃえばいいです。こんな感じで。ヒュッと。ヒュッと。ヒュッと。これだったら可能になると思います。大事なことは、吸収から反発までの動きをスムーズにして、かつ最短最速でやることが大事ですね。押すように。吸収、押す。吸収、押す。男性だったら、吸収、押す。吸収、押す。吸収、押す。という、この感覚が、通常の腕立て伏せに比べて、瞬発性を筋肉にもたらしてくれるっていうメニューになるので、パワー、スピード出していきたいよという方はですね、ぜひこのプライオメトリックトレーニングとしての腕立て伏せ、やってみてください。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回はですね、大谷翔平選手から学ぶトレーニングメニューということで、プライオメトリックトレーニング紹介をさせていただきました。今回お伝えしたかったことはですね、2つです。私もですね、アメリカ留学時代に実はメジャーリーグのですね、スプリングキャンプインターンとして参加させていただいたことがあったんですね。やはりすごい施設なんですよ。もうめちゃくちゃたくさんいろんないい器具があった。これは間違いないんですけど、ただ今回のメニューもそうだったと思うんですが、メディシンボール1個じゃないですか。なんなら腕立て伏せだったらもう何にもいらなくてできるんですね。要はトレーニングってお金をかけたり環境はいいといろいろできるメニューって多いんですけども、そうじゃなくたってできるメニューがたくさんあるということで、ぜひ皆様のね、いろんな環境があると思うんですが、トレーニングができるよっていうことを一つお伝えしたかったのが一つと、もう一個は冒頭お伝えさせてもらったように、スプリングキャンプみんないきなり投げて、みんないきなり思いっきり打たないですよ。体作りをベースとしてやっているんですね。で、今回のスプリングキャンプっていうのはプレシーズンといって、いわゆるシーズン始まる前のキャンプなんですけども、その前にオフシーズンっていうのがあって、この時もプロの選手みんな体作ってきてるんですよ。体作ってスプリングトレーニングでさらに体を作って、1年間のシーズンで戦える体を作って野球をしているんですね。で、テニスの難しいところってシーズン制のスポーツじゃないんですよ。良くも悪くも1年間できちゃうスポーツなんですね。なので、いつトレーニングをするんだ、いつ休むんだっていうのが良くも悪くもテニス界の課題なんじゃないかなと思っております。この制度を変えるというのはなかなか現実的ではないので、皆様のいろいろな環境、スケジュールがあると思うんですが、テニスをやる前は必ず体を作らないと怪我にもつながるし、何より出したいパフォーマンスが出せませんよっていうことを、メジャーリーグの大トップの大谷翔平選手がやっているんだよっていうことを踏まえてですね、実はこの動画まとめたかったというのが私の本意でございます。トレーニングメニューいくらでもあるので、これからもいろいろ紹介していきたいなと思いますので、ぜひ皆さんもね、大好きなテニスをやりたいのであれば、体作りをまずやってからラケットを持ちましょうということを前提に、引き続きテニスの方をエンジョイしていただければと思います。ということで、また次の動画で会いましょう。あ、すいません、最後の一つだけ。腕立て伏せプライオ、これ手首ね、痛めちゃうと元も子もないので、ちょっとキャッチするときまだ不安だなっていう方は、そこまでね、ジャンプを強くせず、ちっちゃくちっちゃくっていう形で進めてもらって大丈夫なので、怪我だけは気をつけながらこのメニューをやってください。ということで、また次の動画で会いましょう。さよなら。